ラジオメーターの観察を行っていきます。最初は太陽光を使った観察です。動画のように、ラジオメーターは羽の黒色部分に光を受けると回転し、遮られると止まります。次は、ブラックライトを使った観察です。動画のように、ブラックライトを当てる距離が近いほど羽が回転する速度が上昇します。こちらの光源がなくなると回転が止まります。終了します。ご清聴ありがとうございました。